ただきます。美味しそう。スプーンちっちゃかったかな。ほら見えますか。プラプラ、しっかり固まってます。いただきます。美味しい。わ、これは本格的。うん、これは本当に大人のスイーツって感じだ。プルンプルン。うん。甘いものあんま好きじゃない方もこれぐらいなら全然美味しいです。うん、硬さもちょうどいい。ちょっと硬すぎちゃうプリンとか家でやったらあると思うんですけど、400ml にゼラチングラムは多分何でもこの硬さになるから、他のゼリーでもできると思います。ほぼ完食しちゃいそうだ。はい、こんな感じで全部完食しました。今回砂糖を大さじ2で作ったんですけど、結構ちょっと苦めなので、普通にあの甘さが欲しいなって人は大さじ3とか4とか入れてもらえるといいかなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。